はい、大キックです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。6月11日にキックボクシング7戦目となる第2回エクストリーム1に出場してきました。エクストリーム1は2月19日が第1回の旗揚げ戦がありまして、その試合で勝利したんですが、なんと今回前田健作プロデューサーから直々にメイン頼むよメッセージいただきまして、メインイベントを務めることになりました。いつも以上に気合を入れて臨んできた試合でございます。そんなエクストリーム1メインマッチ、どうぞご覧ください。メインイベント、ジェントルマンファイトキックボクシングクラスアンダー67キロを行います。青コーナー、空手アスカ常任所属、コーナートロノミ、赤コーナー空手アルプラのスタジオ警視所属、古徳大輔。はい、
戦うの。あっ最後最後それでは判定に移らせていただきます。ジャッジ1名が20対19で青コーナーを支持しています。ジャッジ赤コーナー20対19を、支持しております。ジャッジ3名が、3者、最初20対19よって、2対1を持ちまして勝者青コーナーコーナー玉森。最後まで戦いを決めた両選手にもう一度盛大な拍手をお願いいたします。選手退場。はい、ということで、判定 2-1 で負けてしまいました。いやー、これめちゃくちゃ悔しかったですね。対戦相手の方は、事前にSNS とかでですね、情報収集をすごくしっかりしてらっしゃって対策してきた感じで、開始直後から術中にハマってしまった感じでした。1ラウンド終盤あたりには三日月蹴りが入ってですね、完全にボディ効いてはいたんですが、相手の方が、とてもタフでしたし、パンチも止まらなかったので、1ラウンド の最初のポイントがそのまま判定に影響したのかなというふうに反省してます。これで3月のナイスミドルに続いてですね、連敗ということになってしまったんですけど、改めて自分 の弱点というかですね、課題が明確になりましたので、次戦に向けてしっかりと練習取り組んでいきたいなというふうに思ってます。はい、ということで、今回はここまででございます。最後まで動画視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それではさよなら。